親父が熱中するわけだ。絶賛初見プレイ中です。はい、というわけで高揚げです。じゃあ今日はですね、壁画イベントが終わったので、不思議な鍵を使って次のクエスト進めていきたいと思います。魔法の鍵を手に入れたところで新たな道も開かれるじゃろう。高明を各地を巡ってみようぞ。ネルセン、ここだね。近くのバンデルフォン王国跡、バンデルフォン跡へはどうしたらいいかな。馬で行くか。でね、で、よし、ハイルシルバー、なんかあんなでかい敵いたっけ。ハンデルフォン城跡どこだ。あ、この四角にオーブがあるようだ。そんなのあるんかい。何、どうしたえ、王国の跡には伝説のお宝があるって聞いてきたのに。よう、瓦礫だらけ、お宝どころかネズミ一匹見当たらねえ。あー、そんな話あったな。よし、ここだな。光るのいいんだけど、どこなんだ。マジわかんないんだけど。ちょっと待って、降りたらいいのかな。降りよう。ちょっと待って、王国跡この辺にあるの。本当にこの辺にあるぞって。あ、ここかな。よし、ここだな。多分違うかったらごめんなさいよ。さあ行くぞ。ここだな。さあ開けます。違うのかい。ここじゃないのかい。これだから初見プレイは恐ろしい。どこなんだよ。本当にわかんないんだけど。ちょっと待って、この辺他なんかあったっけ。あれ、この辺にオーブがある。あ、もう一個どこかに入り口があるのか。この地図でいくと、どうもここか。あ、炎の色が違う。ここなのか。あ、赤い扉。あ、このエンブレムわかるぞ。こいつだな。なんだよ、普通に開くじゃん。なんだこれ。罠。どうしよう。私は真ん中から行く主義だ。よいしょ。こいつだ。マジかよ。オーブ。え、オーブこんなで手に入るの？すごいな。無事に残っててよかったわ。マジか。そんな簡単に手に入るの、オーブって。じゃあこれもオーブなのか。こいつ。あ、それはさすがないんだな。マジか。こんな簡単にオーブ見つかるのか。怖いな。レシピブック、王子と姫の秘密。何それ。プリンスコート、プリンスローブ。あー、なんかそれは見た目が変わりそうな、いい感じだな。あー、なるほど。ハンデルフォン地方の王国の国宝だったから、宝物庫にあったってことか。なるほど。馬、ホワイトホースに乗らないとな。どこだ。よし、ちょっと待って。馬に乗るのいいんだけど、次どこに行ったらいいんだ。こんな時は仲間だな。各地を巡ってみようぞ。ハンデルフォン王国跡、白の入り江から船で遥か北に進んだ地にある北の魔法国家クレイモラン王国。白の入り江から北だな。呪文で飛ぶか。白の入り江から遥か北、行くしかないか。
はい、あ、違う違う、逆だよブライトさん。ブライトさん逆じゃないのかい。そこんとこよく考えるような。え、アムロ、あ、バオワク、みたいな世界中を見ながら戦闘。海のエンカウントがザクだ、ザクの色だぞこの野郎。マルティナさん、あ、結構硬い、一撃でいかないのか。硬くね、硬くね、結構硬いぜ。ハレルプトゥ、あ、せーにゃ、制服似合うね、超似合うな。なんか勇者の面白い衣装も欲しいな。はるか来た、はるか来た、はるか、どこ、あー、左かな、左とか言うなって、西、ちょっとどこ、これはクレイモラン城下町におりますか、おりましょうか。クレイモラン城下町、なんか白いぞ、すごいな、真っ白だ。ちょっと待って、確認確認。クレイモランの家宝として持ってると、うんうんうん、マジ、よし、じゃあそこまで行ってみようか。クレイモラン城下町、アムロ行きます。白いな、何も見えない。あー、なんだなんだ、おうおう、あるんじゃね、ここあるんじゃね、あるのか、ここにあるのか、なら行ってみよう。なんか凍ってるんですけど、今のおじさん話聞いた方が良かったかな。さあ着いたぞ、ここは美しき、雪の都クレイモラン。本当なんか凍ってない、嘘、ベロニカ、それあったかいだろ絶対、それ絶対あったかいよ、凍ってるよ、ですよね、マジ氷凍ってんじゃんこれ。いや氷は凍ってるわな。門が開いてないぞ。マジかよ、だよね、本当だよ、そしょぼーんってしょぼーんってすんなよな。これどうすんだよ、これ中に入れないぞ。地味だな、地味だな、普通に探すのか。あ、なんか誰かいる、誰かいる、どうしたんですか、どうしたんですか。え、これ郵便配達って本当に郵便配達に、すごいな、寒いぞ、すごく寒いぞ、さ、寒くないのか。はあはあ、西側に裏門がある、なるほど、西側に裏門、こっちは何もないってことか。じゃあもう西側だもんな、西側。なんかこのクレイモラン城下町の曲好きかもしれない。あー、なんかこんなとこにキャンプあるんですけど、ちょっと怖いな。じゃあ西側ちょっと裏門探してみましょうか。それにしても池ども壁が長いぞ。あ、これ、あ、開くんじゃね。やったね、あ、赤い扉。あ、なんか見えちゃった、ちょっと。音楽はすごく綺麗なのに、あかんやつや、これ。凍ってるやん、完全にこれ。これ、あかんやん。ああ、みんな棒立ち、もともと棒立ちだけど、これ結構。うわ、全部凍ってる。なほな。ですよね。何これ、氷モンスター系。うわー、うわー、うわー。
カチンコチンや。マジか。お、どうした？こいつか。なんかみんなこいつ見てないか。みんなこっち向いてるぞ。こいつ剣抜いてるし。どういうこと？なんだよ、寝てたん、寝てたんかい。あ、やっぱり入れないんだな。で、これじゃないの問題は。どういうクエストこれ。上品に歩きながら凍ってるってすごいな。なんだよそれ。ちょっと待って、ネタじゃんこれ。ちょっと待って。そうだ、話聞けないじゃないかこれ。話聞けないじゃないか、困るよこれ。無事な人がいないか調べる。無事な人。あ、入れる扉はないのか。え？え？全部凍ってないこれ。まあいいよ、最初はノンヒントで行こうじゃないか。穴光ってる。光ってない。光ってない。全体が光ってる。あ、まずい。まずいぞ、これ。あ、穴に炎が。炎が燃えてる。あ、すげえ。何これ。第一生存者発見。しかも、メガネっ子。すげえな。こっちがびっくりしたわ、普通に。本当で教えてくれよ。どういうこと？なんと。お前、なんで一人だけ？そうだな、ベロニカがやったらなんか街が吹っ飛びそうだ。ジョー様。ジョー。ジョーだけが生き残るなんてどういうこっちゃ。あー、わかります。あー、なるほど、そういうことか。魔女か。どこに行ってん、どこに行ってん、その舞台は。ああ、そうですね。しょうがないな。やればいいんでしょ。やりますよ。え、東のシケスビア雪原にあるミルレアンの村に潜んで、森。うん。シケスビア雪原ね。ミルレアン森。レベリング大丈夫かなこれ。ちょっと心配だな。ミルレアンの森。わかりました。何その、思わせぶりな瞳。超気になるんですけど。これも当然開けることはできない。これ、中に入ったり出たりするの、もしかして毎回回らないとダメなのかな。ちょっとそれめんどくさくない？しょうがないな。赤い扉を開けていこう。ウサギは大丈夫なんだよね。なんでウサギは大丈夫なんだ。すごく気になるぞ。あ、きっとあれだな。ウサギは可愛いから凍らないんだ。おお、何これ、人いる。どういうこと？観光。マジか。郵便配達屋さんといい、旅人といい、すごいな。すごいな。こっち、マップ的にこっちってこと？クレモラン地方、そういうことだよね。よし、とりあえず、雪原だな。クレモラン地方。じゃあ、ここから雪原に向かって行ってみるか。どうも、こんにちは。教えるもん。雪が降るもん。雪が降るのか。あ、すげえ。何これ、馬んとこソリあるよ、ソリ。なんか変わるのかな、装備が。よし、ホワイトホースだ。
まあ、何あれめっちゃ可愛い。可愛いのに目がない。わあ、スノーベビーめっちゃ可愛い。だが私は全力でやる主義だ。ダウンレイですよね。すごい真っ白の世界。これはふんふん。じゃあ左だね。左、よし。お、洞窟を越えて、お、綺麗綺麗、めちゃくちゃ綺麗このトンネル、いいね。さあ次は、え、シキスビア高原。ん、森はどこなんだ。森は、あ、ミルリアンの森はさらに奥なのか。なるほど、よし、これやってみよう、これやってみよう、とりあえずやってみよう。残り時間3分。モモンチャ久しぶりだな。レイジモモンチャ、お手並み拝見。そこそこ硬いぞ。何、後ろの人。ああ、なるほど、雪地方だからヒャダルコか。何、 MP を吸い取る。よし、ナイス。よし、ならば行くしかない。さあ、ミルリアンの森だぞ。どうした。お、あれが討伐隊だな。お前のような一般人が、うん、早く村から出た、森から出た方がいい。森、うんうん、デルガダール、デルガダールから来たんだ、すげえな。早く森から出るんだ、なんと。今回はここまで。それでは次回は魔女の森の探索から始めたいと思います。どうぞお楽しみに。ご視聴いただき、こんなに嬉しいことはない。